い、ということでね、お風呂も子供たち今日入ったってことなんで、ウーバーイーツ。一軒だけ今日は行きます。一軒だけ。一軒行って、またぎクエストを達成させます。なんで、時給、もう、あれだな、30分以内に終わらせて、目標金額、1300円をゲットしに行くという感じでございます。で、前回告知をしといた通り、今日はものすごい美味しいおつまみをお土産に自分に買ってですね、それとビールでやっていきたいと思います。それでは早速配達、レッツゴー！はい、シミも特にない。今9時です。まあこんなもんでしょう。一軒だけなんで、家に近い東口の方に向かってね、稼働を始めていきたいと思います。なるのかな？まあ、なるでしょ。一軒だからね、でも。一軒でも引き上げます。そして、美味しいおつまみを買います。2個買います。めちゃくちゃ美味しくて、すごい楽しみなんですけど、もうそれを食べるために、今から1300円稼ぎます。まあ、なるのかどうかっていうのが一番の問題なんですけど、これで一軒もならなかったらちょっときついな、それ。ならないからさ、しばらくこうやって待つことにしよう。今日は別にエリア問いません。ウーバーオーカーなんで言っても1キロぐらいの道のりじゃないですか。ちょっと家から離れてもいいと思ってます。もう早く決着をつけてね、早く家に帰って、まあ、皆さんにもう最近マジこれだけはね、ちょっと群を抜いてる美味しいもの見つけちゃったんで、それを紹介したい。なった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 。グッドバターステーキ。あ、けどこれめっちゃ近いな。いいね。即決です。もうすぐ決まりました。お、もうやっぱいいよいいよ。オッケーオッケー。600メートルはマジ大きいな。近いよ。結局5分ぐらいしか待ってないし、よかったですね。もう早くサクッと切り上げて、もう買うもん買ってすぐ帰る。君の方はいかがでしょう。だからウーバーイーツのこのバッグいじられるっちゅうのここまでに。めっちゃ近い、めっちゃ近いです。もうこれね、すぐ終わらして、もうね、買ってね、すぐ帰る。絶対売り切れてるな。超楽しみですね。もう近いんで、もう届けてすぐ帰ります。もうでも帰る途中に、買っちゃいます。で、手洗ってうがいしてビールとやっちゃいます。さあ、この辺です。今日はね、数珠入りとか全くいらないんで、あっても断っちゃいますから。はい、今無事にね、配達終わりました。今日の稼働時間20分です。早っ。1件で、1301円、1円思ったより多かったんですけど、でこれでね、目標のクエストも達成できたんで、これからちょっと買い物してお家で飲みたいと思います。楽しみだよ、楽しみ。うわー、楽しみだ。絶対美味しいの知ってるからさ。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ。ただいま。わわわ、乾杯乾杯。うまうまー、乾杯。うめえ。ってことでね、今日買ってきたのはこちら、ファミリーマートで売ってるタレチキっていうやつなんですけど、ホットスナックですね。これ唐揚げっぽいでしょ。唐揚げっぽいの。これね、僕の大好きな甘酢のタレがかかって、ちょっとチキン南蛮風になってるんですよ。で、しかもこの中に
タルタルソースが入っちゃってるの。もうめっちゃ美味しいんで、しかもお肉もプルプルで、これ最高なんですよ。じゃ早速いただきます。もう超柔らかい。食べたい。食べたい？食べたい。待って、あげたくない。一個しか売ってなかったの今日。分かったよ。じゃあいいよ。で、やばい、ちょっと待って。マジうまい、これ。じゃあ誰か食べる？うん。熱いよ。食べたいですよ。うま。うまい？これ超うまいんだよ。ほら、サーモン食べていいよ。うん、おいしい。どうだろう？ちゃんとね、これ、中にタルタルソース入ってるんですよ。もうほんと、マヨネーズ好きの僕はたまんないよね。うん。これ。うん、うまい！ファミリーマートで、1個220円です。消費税込み。久しぶりにこんなに美味しいものと巡り合いましたよ。うん、美味しい。うわ。うわ。超うまい。うん。写真は撮っちゃった。目が覚めるよ、これは。まじ皆さんね、ぜひ、タレチキ食べてみてください。これね、数量限定らしいんで、早めに食べた方がいい。いや、これほんとすごいよ。超うまい。僕はね、これから、もうこれ一本飲んだら、風呂入って、ちょっと軽く晩酌しようと思います。風呂入ったんでね、いっぱいやって寝ますよ。じゃあいただきます。うまっ。これ美味しいって聞いたの。これも美味しいって聞いたのよ。セブンイレブンのさ、シャキシャキ野菜の蒸し鶏ザーサイ、美味しいって聞いたのよ。初めて食べるんだけど。皆さんのおすすめのコンビニとかで売ってるおつまみ教えてください。どんどん、もうや、あれですから。けどちょっとこれね、厳しめにちょっと採点しよう。すげえ仲いい人に教えてもらったんですよ。でもここはね、忖度なしで。セブンイレブンのシャキシャキ野菜の蒸し鶏ザーサイ、得点は、90点。今日も絡まれました。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。あー、開けてる。